おはようございます。コウスケです。今日は、来週行く、ライト新会の、アコー用の仕掛けを紹介したいと思います。まあ、アコーというと真っ赤な大きな魚なんですけど、3キロ、5キロの魚です。まあ、これを釣るための仕掛けは、ちょっと金目よりは少し、ハードになっています。まず、特徴はですね、針はこの、二倍針を使います。二倍針ってどういうのかというとですね、六つ針なんですけど、その下にサルカンがついてますね。で、大きな魚かかるとですね、まあ、引き上げてくるときに、こう、くるくる回ってしまうんですね。で、まあ、サルカンもついとるんですけど、よくあるのは、私が経験したのは、針の地元がですね、こう、くるくる回ることによって、ねじれて、切れてしまうということがあるものですから、こういう、くるくる回る針を、用意します。それから、10×1 ですね、こんな大きなタイプを使います、ね、それから結構アコは派手なものが好きだもんですから、餌も大きいですし、それから、水中でも、よく目立つようにというマシュマロボールを使います。こういうものを使います。では、仕掛けを作っていきたいと思います。まずですね、針数12個ですね。最初にマシュマロボールを色は、交互に赤のマシュマロボールつきますね。で、簡単ですね。サルカンがついてますから、サルカンの根元でですね、深海をする。ギュッと締めて、で、針数の長さは、50センチですね。50センチ。これでギュッです。あと、親子サルカンの縛りますね。こいつをまず10本用意します。赤と白を交互に並べて、親子サルカンがついております。ここまでできましたら、次は仕掛け掛けに、巻いていきますけど、その前にこの、二倍針っていうのは面白くて、
針が、ひねりが入っています。まあ、今ほとんどひねりを入れない粘り針が早いですけど、ひねりが入るとですね、口によく刺さりやすいということで、ひねりが入ったんですけど、ひねりが入るとですね、今度餌がですね、回ってしまうということで、今のほとんど深海の針は ひねりなしが多いんですけど、このサルカンがあるために、回ってもですね、問題ないということだと思います。これが、仕掛けここに巻く前にですね、まずは、ステイトを用意していきます。ステイトは7号ですね。7号で、アコウはあの結構海底近くにいますので固まってますので、ステイトはあまり長くないものをつけます。ステイトは今日は1.5メートルですね。このステイトを用意しています。はい、ステイトが用意できました。では仕掛けを持っていきたいと思います。途中で、仕掛けを止めたいと、こういうベロックテープを用意してですね、仕掛けのところに止めます。これぐるっと巻くとピタッと便利なことですね。ベロックテープをセットします。で、大きなサルカンに、ミキーと両足をよいしょ。で、この方に固まっている魚ですから、よし、ここに固まっている魚ですから、金目ほど浮いていませんので、これでベロテベロコード止めてですね、ここで切ります。で、一回巻いてベロコテル止めて、つまり、ここの辺ですね。この辺できます。いったら、
テイトができましたら、テイト巻いて、で、何だった。これ出来上がりですね。でこの仕掛けの肝はですね、マシュマロボールが、赤と白と赤と白と赤とこう重なってますね。これ投入時にトラブルになりますので、白と赤と白と赤と白、このように投入の時にですね、針が重なってないかをが確認できます。もうちょっと広げてみましょうね。こうやって広げてですね、ここが赤とこの白い針がと、ですね、白赤白で、すべての針が重なってないということがこれでわかるんですね。逆にこれ重なっているとどうなるかというと、投入するときにね、引っかかりまして、そこから仕掛けが落ちなくなります。これが投入時の一番のトラブルですので、赤と白とはっきりわかるようにしてあるんですね。以上で、深海のアコウ釣りの仕掛けがちょっとごつい。